大ワピアラブです。これは誰も言わないので、あえて言わせていただきます。角田夏美選手の柔道は反則だと思います。角田夏美選手のともえ投げやみ返しは 一度相手を引き込んだ状態で、そこからもう一度相手を回しております。これは、今の行動間柔道のルールでは、寝技に入った状態になっているので、そこから相手を回しても、一本や技ありにはならないはずです。 えー、一応ですね、この行動間柔道やこの国際柔道のルールでは、あの、技がね、連続して立った状態から行われて、投げたら一本とか技ありとかっていうことなんですね。うん。しかしですね、これ、あの、角田選手のね、個人戦の準決勝とか決勝なんかを見たら、あの、一回ね、これ止まってるんですよ。うん。明らかにもうこれ一回、 その止まった状態で、もう一回これね、あの、相手をそこから回してるんですよ。うんだからつ。連続してないんですよ。うん。だからこれは明らかにもう反則なんですよね。反則っていうか、わ、ま、あの、技ありとか一本にならないはずなんですよ。うん。え、そしてですね、この角田夏美選手のえ投げは、 えー、その一度ね、相手を引き込んだ状態から、もう一回回すっていうね。まあこれはブラジリアン柔術のスイープの技なんですよ。うん。で、この、えー、この寝技のね、この状態から相手をこう、巴投げとか墨投外返し風スイープで回して、そのポジションを取るっていうのは、このブラジリアン柔術のね、 中井祐貴さんなんかも得意としておりました。なので、この、他のね、選手っていうのは、日本でもまあ、海外でもそうですけど、まあ、多くの人っていうのは柔道だけをやってるので、このブラジリアン柔術を習熟してないわけですから、あのー、防ぎ方がわからないんですよ。うん。だから、もう相手のね、相手と愛、 対するような形でずっとこう防御姿勢取っちゃうんだけど、そうするとそこから投げられちゃうんですよ。あの、ブラジリアン柔術では。なので、結局なんで角田選手のこの積み返しともえがバンバン決まっちゃうかって言ったら、みんなこのね、ブラジリアン柔術のスイープの防ぎ方がわかんないんですよ。うん。だから、みんなバン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 やられちゃうんですよね。 うん、あの、団体戦でも階級が上のフランスの選手もひっくり返されてましたけど。うん。だから、みんなね、これ防ぎ方わかんないんですよ。で、ブラジリアン柔術のね、これ黒帯の人とかだったら、あこのね、とも、ともえ投げのスイープとかね、積み返しのスイープのこの防ぎ方とかっていうのはわかるんですけど、あのー、まあ、ブラジリアン柔術でも、青帯とかね、紫ぐらい、 ま、茶帯でも分かんないかもしれないですね。うん。これは結構ね、あの、本当にだから、角田選手ってブラジリアン柔術もかなりやり込んでるから、うん。だから、結局、相手は分かんないんですよ。まあ、あ柔道の選手からしたら、レスリングの技で投げられてるみたいなもんなんで、うん。だから、ね、あの、素人の人とかが見てたら、巴投げとか墨返しで投げてるようなんだけど、 あの、さっきも言ったようにこれ一貫止まってからスイープしてるんですよ。うん。だから、まあ決まってるっていうことでね。厳密に言ったらこれは、行動間のルールではこれ、一本とか技ありには本当はならないはずだと思います。うん。なので、ちょっとね、かなり卑怯であるっていうふうに思います。うん。し、反則だと思います。うん。で、よくね、この日本の 柔道好きな人とかは、海外の選手が汚いとかね。まあそのリネールが汚いとかよく言うんだけど、正直ね、見てて、その、海外より日本の方が汚いと思います。うん、さっきのこの角田選手の、まあこれもね、寝技に入ってる状態から投げてるし、まあこれ本当はポイントにならないはずだし、 あの、日本って結構ね、組手なんかでも、海外の知らない組手をやるんですよ。うん、まだ海外の人が知らないようなね、組手とか、そういった状態から投げるから、海外の選手が防ぎ方がわかんないから投げられちゃうっていうことなんですよ。うん。っていうのもあるし、あと組手の争い見てても、結構ね、両袖ガって絞ったりとかして持たせないようにしたりとか、その、日本の方がね、汚い、 組手をやってることは多いですよね。うん、うん。だから、海外の選手がその結構汚い汚いって言うけど、うん、いや、知ってる人からしたら日本が一番汚いと思います。ええー。なのでね、これ前回も言ったんですけど、その柔道、その、よく本来の柔道じゃないってよ、よまだ言うんだけど、本来のだから柔道っていうのは、その、 それこそがね、こう言ったらなんだけど、加納治五郎のね、行動感柔道こそが、本来の柔道柔術じゃないんですよ。うん。だって、そのカノージゴロウがじ、加納治五郎が行動感柔道を作った時に、これ本来の柔道や柔術じゃないって言われてるから。うん。だそれはなんでかって言ったら、本来は、ああやってね、掴み合って投げ技だけをするっていうのはおかしいんですよ。うん。本来は、今のね、MMA とか総合格闘技のように打撃があるわけ。 で、掴み合うんじゃなくて、離れた状態で何が来るかわからない。そういう状態から打撃とかね。えっ、ー、と、そういうものを避けて投げる。それが本来の柔術とか柔道なんですよね。うん。だから、打撃がないっていうのがまずおかしいし、あの、うん、掴み合うとかね、それもおかしいし、うん。だから、あの、その、 みんなが思っている行動感柔道が本来のものだっていうのは本来じゃないと思います。うん、ご視聴いただきありがとうございました。